はいどうも、なおちんです。さあ今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日も企画の続きをやっていきたいと思います。レベル1から99まで何時間かかるのか。今ですね、6時間4分が経ってます。6時間ですね。でレベルですけども、だいたい55前後となっております。でレベル上げをする場所はもう確保してるんですよね。もうすでに、ここは解放されてるのでいつでも行けます。でも若干ね、火力がね欲しいところなので、まず、魔導士を取りに行きます。海坊主を倒さないといけないですね。海坊主倒して魔導士を取る。でその後に、ここでカニスギルスを倒しましょうか。で神秘の秘跡を取って、でそれからレベル上げという感じですね。じゃあまず、海坊主からいきましょう。まあ海坊主くらいはサクッと倒してやりましょう。あんまり強くはないでしょう。どうだ、あ、いけた。まあ意外と楽勝でしたね。では次は魔導士だ、いきましょう。ここは装備も美味しいので、宝箱は一応全部取ります。んで、持って、魔導士をゲットですね。OK。で、次はカニスディルスだね。倒しに行きましょう。一応適正レベルだから、勝てるには勝てると思うんだよね。まあ、とにかくゴリ押しで行ってみましょう。いけた！おー！意外といけたね。よし。で、これで、ゲットですね。真理の秘跡。神秘って言ってたな、俺。真理の秘跡ね。で、ここで真理の秘跡を装備すると、うん。かなりいいと思う。あれ？アルロンドがいないな。そうか。これだ。これだ。執事、ミシャ、その後か。をクリアしないと、ダメだったね。いや、ダメですね。レベル34必要ですね。34か、ちょっと上げます。いや、だいぶ時間かかりましたね。これで、レベル38になりました。時間が、6時間55分。うわ、かかったなアルロンド、これでようやく仲間にすることができます。オッケー。で、これでアルロンドが、ついに、雇えるように。ちょっと待って、20万だったか。あ、これ、雇うのに、あ、無理か。無理だわ。あ、じゃあもう20万で行く気はねえわ。たっけえなぁ、たっぷりなぁ。行くぜ、アルロンド。大きく出たな、マルテテオ。おっし、来たー。来た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 。でも、行けないよねー。まあまあ、絶対倒す、絶対倒す。80% か、行けるか。よっし、来たー。オッケー。オッケーです。どんぐらい上がる？でも次でテメノスレベル80にはなると思うんで OK。 あとここで20万払えば OK だ。行くぜアルロンド。大きく出たな、マルテテオ。お、また出た。連続で出たぞ。マジか。めちゃくちゃ運がいい。うっそ。でしかも仲間にできたし、いや最高だわ。飯にしよう。でこれでテメノス81。ありがとう。シリまで発動した。オッケーオッケーオッケー。テメノス81なった。これでアルロンドを、テメノスで仲間にすることができますね。きたよし、これが最後になりそうですね。頼むよ。100倍が出れば、これ最後にします。
おっしゃ、来たー来た、終わり、これでおしまいです。よし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 、オッケー、では捕獲して終わろうか。よし、飯にしよう、飯、行きました。今ですね、時間が、8時間1分になるね、8時間です。これでレベルが、92と91になってます。まあ、90代からちょっとレベルが上がりにくくなるんだよね。多分あと1時間ちょっとすれば、99なるかな、どうでしょうか。1時間じゃ難しいかな。はい、まあ、とりあえず、総プレイ時間8時間です。8時間でレベルが91、92まで行きました。次でなんか終わりそうな感じだね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。